はい、1名様。あ、はい、すいません、お願いします。1名様、こちらカウンターの席どうぞ。はい、ありがとうございます。はい、ご注文どうしましょう。醤油ラーメン。醤油ラーメン。はい、トッピング大丈夫ですか。あ、じゃあコーン。コーン、はい、ありがとうございます。はい、コーン一丁、入ります、醤油です。あの、すいません。はい、はい、どうしましょう。メガネ外してもらっていいですか。ぶっときちゃう隣人の壁耳。いやだから何なんこれ。どういうことよ。そんな時にも言われたいんですよ。もうすごい言われたいよね。だって仕事してる途中で人に言われるって、よっぽど俺のことを、いやどういう俺のメガネの下の顔に期待してくれてるってことっすよ。いや煩わしいでしょ、そんなこと言われたら。女性に言われたら。え、どうする。でも仕事中に言われたら、うんドキってなる、やっぱり。ドキってなるんじゃないですか、多分。絶対嫌です。すごい忙しいね、でも。すごい忙しくても俺なるな。うん。俺も全然。てかそんなこと言う人やばいけどね。うん、急に。よっぽど俺のこと好きじゃないですか。俺のタイプの人じゃないですか。あ、ちょっともうちょっと言い方考えてもよかった。あ、すいません。本当に。ね、心の底から。あ、ちょっと気持ちが入ってなかったね。まあそりゃそうだ。俺に別にそんな期待してねえんだ。言い方間違った。そんな201号室、さっぱり登場です。あ、すいません。間違えました。はい。201号室、あっぱれ長女。202号室、星出咲菜。203号室、須田恵麻。204号室、磯村。あこ。合体どういうことよ。どういうことよ。わかんない。あこさん、やっぱいいな。やっぱいいな。4番目いいよな。4番目いいよね。そう、次、4番目じゃない、やってみたら。いいんだ、いいよ、いいんだ。202が4番目でも。いいよ、全然。何番目だっていいよ。わかりました。俺多分胴体のパーツだな。だろうね。しっかりしてガッシリしてから。私右腕がいいな。右腕だろうな。剣持つ方のな。私絶対下半身だと思う。なんでよ。なんかガッシリした感じ。ボスのじゃ左腕で頭どうなってるんですか。なんでよね。頭ない。松田夫妻。二つ首あんじゃねえか。キングギドラみたいな。怖い怖い怖い。いいですね。さあ何今回は。何今回は。今回は先な。すいませんが。あら。お、どうした。ちょっと待って、穏やかじゃないね。穏やかじゃないの。ちょっと、もういい子ちゃんラジオやめようかなって。え、どういうこと。私たちいい子だった。あら。怖い怖い。もうなんかニコ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 。あら。どうした。怖い怖い。うちの先なんかどうした。もう笑ってるけどね。いや私今情緒どうなってんのと思って急に振り返っちゃった自分を。どうしたの。いやちょっと聞いてくださいよ。もう私本当に腹立ったことあって、なんかこれはもうちょっと鬱憤晴らしラジオになっちゃうんですけど、もう私のことじゃないんですけど、妹の話で、私と妹とお友達一人で3人で集まれ動物の森を3人でインターネットでやってるんですよ、最近。あつ森3って言ってやってて、ほんで妹はね、Wi-Fi 繋がってないんですよ、インターネット環境が。ほんで、あの、それをやってたのが5月ぐらいかな。で、妹はちょいちょい飲食店の Wi-Fi を使ってやってくれてたの。そう。まあ、ちゃんとご飯食べてですよ。ほんで、あの、もう Wi-Fi 繋げたらって話して、じゃあするわって言って、6月に Wi-Fi の工事の契約をしたんですよ。で、現在まだネット繋がってないんですよ。なんで？契約してんのに、工事がなんだかんだできませんとか言われて。多いのか、今。わかんないです。そっかそっか。そうだそうだ。で、なんか、話聞くと、コロナでできま、ちょっと遅れますって言われる方もいるらしいんですけど、妹は何にも言われてなくて、工事日が決まらないんだ。そうなんですよ。あー。ほんで、家に来るって言った日も来なかったり、そう、連絡なしですよ。何の方がいいの？どこ？言っちゃダメか。まだね。すげえ、追求仕掛けてる、うちは。どう思うね。私もちょっと、それはちょっと言った方がいいよって言って、そうなんだけど、電話繋がらなくてみたいな。なんか忙しいだかなんだかで、で、じゃあ私が言うからちょっと電話番号教えてよって言うんですけど、なんか教えてくれなくて、いや私がやるからいいよみたいな。そう。で、なんか、聞いてくれ、それで。聞いてる、ずっと聞いてる。聞いてます。聞いてますよ。疑ってんじゃねえよ。これ耳栓じゃねえよ、イヤホンなんだよ。でね、なんかその、工事の人が、まあ電話は、繋がって、で、なんか、
一回来た時に、で、なんかその、なんだっけな、その工事日が、あの、ここだけじゃなくて、うん、その、何不動産の人も関わってくるから、うん、ちょっと不動産の人に日取りちょっと決めたりしてもらっていいですかみたいな言われたらしいんですよ。二つの都合が合わないと、ダメなんだ。そうらしいです。なんか、地面を剥がして工事しなきゃいけないから、ね、そう。で、不動産の方にはもう早めに言って、うん、で、そこはもうネットつなげるって言ったから、もう 何かしらを止められたんですよ、うん。で、ブルーレイが今見れない状態になってて。どういうこと？あれ集合住宅なんでしょ、うん、と妹の家は。あ、そうですね。そう、で、なんかブルーレイ今見れないとか言って、録画もできない。風が吹けば桶屋が儲かる的なね。回り回って火が吹けるみたいな。そう、いい方だからいいんですね。なんか録画ができないみたいに言われてて。で、一回、なんかターニングポイントがあって、うん、その工事の人に話した時に、いや、あの、実はここの段階で、あの、今、据え置きの工事をしようとしてるんですけど、うん、ポケット Wi-Fi にする方が多いんですけど、どうされますって聞かれたらしいんですよ。うん、それって、もう遅れる前提じゃないですか。うん、それ改善しようとしてなくて、うん、モバイルの、そうだね、何 ?Wi-Fi にしよう、うん、するのどうですかって言ってるじゃないですか。うん、もうなんか何それと思って、うん。もうなんか、私、ちょっと妹に、いや、あんたに怒ってるわけじゃないよって言って。うん、私はその Wi-Fi の会社に切れてんだよって。うん、こんな優しくないですよ。うわって言ってて、うん。で、だから本当にお願いしたのが今、もし、このラジオ聞いてたらいいんですけど、携帯に話しかけて、この Wi-Fi の会社の人を本当にお願いしますから、あの、妹と、あつ森のハロウィン一緒に楽しませてください。本当に。花火一緒にできなかったんで、あつ森で。本当にお願いします。星出さん。その、悪徳業者、番組で探しました。出た。おっしゃね。見つかりましたよ。本当ですか、うん、星出さんのね、妹さんに申し訳ないことしたなと思ってたんですって。本当ですか、ずっと会いたいなと思ってたんですって。いや、あれ、会いたいな。会いたいな。あれお父さん今日来てくれました。いや来てほしい。二十歳か全然わかんない。なんかでもちょっと詐欺っぽくない？若干ね、そうですよね。うん、それってその間のお金はもちろん設置するまでは払わなくていい、ね。お金は払わなくていいんですけど、ね、今解約したら解約金かかるんですよ。は？意味わかんない。契約しちゃったからってこと。そう。いくらかな解約？いやわかんないです。1万ちょっとかかるじゃない。下手したら2万かかるところ、インターネット。どういうことと思った？それ粘ったらでもいけんじゃないかな、払わなくて。本当ですか？まあね、だって、それこそ、なんだっけ、消費者相談センターみたいなとこかけた方がいいよ。そうなんですよ。でもなんか、すごい内向的だから。ああ、今、なんかね、そんな感じするね。そうなんです。っていう話。そうか。10分中8分が経とうとしてる。ごめんなさい。詳しい方いたら。めっちゃ怒ってる。ね、ごめんなさい。今回に関しては、うん、隣人の星出のためのラジオに、うん、なっちゃった。いいよ、そういう日もあっていい。誰かちょっと怒ってることないんですか？いや、めっちゃええやん。怒ってることないです。私、ある一個怒ってるとか言いたいことがある。お願いします。本当、あのね、スマホの、この何このリング、リング、あのケースに取り付けるスマホのリングは、うん、ちゃんとしたところの買わないと、うん、すぐ壊れる。え、あーでもそれわかる。壊れたんすか？壊れた。まだ1ヶ月経ってない。この間相談したやつですよね、うん、それもう壊れたんすか？壊れどう壊れたの？あ、これもうこれ前のやつね、前のやつ、はい、あ、そっか、すぐ壊れ、ネットでさ、なんかどっかわかんないようなところ買ったら、うん、もうすぐ壊れ、カッパカッパでなって甘くなるわけ。ああ、そうか。流行らそうとしてんの？すぐ壊れる。すぐ壊れる。流行らそうとしてんの？それに怒ってるんですか？スマホリングは高いのを買え。ああ、名言。今日の名言。でもある、あのなんかさ、そういうちょっと精密系じゃないけど、うん、私、一個こだわってるのがあって、刃物系は日本製を買うのね。ハサミとか。ああ、そういうことね。そうそう、爪切りと。葉っぱじゃない。三つ葉とかのことかと思って。日本産の感じ。おしゃれ。ハサミとか、うん、爪切りとか。やっぱ違いますね。全然違う。あと、毛抜き。へぇー。100均の毛抜きとか、全然抜けないときない。あの、噛み合うところが。噛み合わせ系はやっぱ。なんか、その、例えばロフトとか、うん、なんかそういうところに売ってるのって、なんかやたら高いのあるじゃないですか。高いの。1000円ぐらいする毛抜きありますよね。あるやば。金で買えんじゃんとかって思うんだけど。この間100均で買っちゃった。どうですか使い方。まだ使ってないんだよ、ね。ああ、そっかそっか。なんか爪切りとか、だ
やっぱ安いのだと爪が割れやすいし、うん、あとなんかこうなんていうんだろうね、独特のあの安っちい感じするんだよね、100均とかの。でハサミはすぐ使えなくなるというか切りづらくなる。ホッチキスもそう、うん、基本的にやっぱいいやつ買う。やっぱいいやつ、いいものはいいんだよ。悪いもの、あ、安いものはやっぱそれなりに。そうだね。磯村あこでした。どういう話だ。ありがとうございます、磯村様。ありがとうございました。